どうも、マキマキゲームズです。今回は前回の続きでエンチャントをしていきたいと思います。武器と防具を強くしていこう。スタートです。いや、今回はエンチャントですね。前ちょっとやったんですけど、エンチャントテフラ作れたけどラピスラズイがないということで、また洞窟にラピスラズイを見つけていっぱい掘っていきたいと思います。まあ、今回はそんな感じですね。よっしゃ、いっけー、巻き出しゅー、いけー、おら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 、巻きダッシュは最強だ。あ、ちょっとこっち行って、巻きダッシュ巻きダッシュ巻きダッシュ、いけー、巻きダッシュ、結構いい感じだね。巻きダッシュしてポヨンジャンプで巻きダッシュと、いけー、いけ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 、よっしゃ、行くぞ。あやぶね、これボタンめちゃくちゃ間違え、うわ怖すぎる、曇る、キューバーン。ラピスなんかそこら辺にあるでしょ。お、ラピスラズリーはどこですか。ラピスラズリー僕あんま見ないんだけど、上の方行ってみるか。うまま石と野菜にかしゃ、どうでもいい。よいしょ、こっち行って、ここら辺にない。僕さ、ラピスラズリさ、今頃言うと一回も見つけたことない気がする。ラピスラズリの下にはあのダイヤモンドある可能性高いって僕前から知ってるんだけど、見つけたことあるかな。見つけたことあったら絶対僕下にコマス掘ってるだろうな。そうだと思う。ある。ラピスちょっと見てみるか。水中エレベーターでいい感じに見れるから、これどこに繋がってんだ。一生上に繋がってんだ、これ。え、これどうすればいいんだ。だって、ここ来たの失敗だった。あっ、ぶねー、ここ来たの失敗だったわ。ラピスあるかな、ラピスあるかな、ラピスあるかな。ラピスあるかな、ラピスあるかな。かなかな。こっちにあるんじゃない。いや、そっちじゃん、上。真逆の方行ってた。キューしてから、こっち行って、いけー。水流に負けんな。巻き巻きゲームズ。あれ、登れない。よし。あ、登れない。なんでやねん。水中エレベーター。よし。あっ、こっち行って、僕ラピス本当に見つけたことあるか記憶にない。こっち行って、え、間違った、もうちょっと上だわ。下だ、めちゃくちゃ。もうちょっと上か。33にはないと思う。ラピスそもそも33にあるのかな。ここら辺だと思う。こっち行ってみるか。おっ、ダメだ、こっち何もなかった。もうちょっと上っぽいわ。ここら辺一番いい、ここら辺一番いいの。さっきからゾンビ見えるんだよ。ここに、ここら辺にいる。こっち側行ってないから来い、誰でもいい。マジか、こんな広がってんのか。やめときます。広がりすぎると良くないから。僕広がりすぎると敵いすぎて困りすぎる。何を言っているんだ。困りすぎる。
僕あんま松明持ってきてないの。はっ、誰だよ。あ、落ちろ。ヒュー、あぶねー、こっちが危険だわ。マジで ラピスない。広い方行く？いや、そもそも死ぬと思うんだよね。マグマ持ってこようかな。いや、僕ラピス1個でもいいから欲しいんだけど、ちょっとマグマ持ってこないとダメっぽいわ。まあ、もう僕が一番嫌いなやつ来た。おりゃ、ね、あっと攻撃当たんない。マジでこいつが一番嫌いだわ。ダメ、無理。俺スケさん今無理。僕盾持ってないの。お前落ちろ。あぶねー。マグマ取るか。マグマ取ってこっち行くか。びっくりするよマジで。マジで僕結構今日びっくりするわ。じゃあ行ってみるか。なんとなくわかった。ここは土だ。まあ土で上に上がっていこうか。なんとなくわかる。激広、すげえ、めちゃくちゃ広い。全広げしてから行こう。お前蜘蛛の糸持ってるということはお前殺害したな。蜘蛛やけろ。こっち来い。はっはっは、神だ。おりゃ、やば、俺がやばい、死ぬ。マグマの使い方には注意だぞ。無理マジで。やっぶね、危なすぎる。うわ、無理。あー、もう僕無言でいくわ。無理だってあんなの。やべ、あれだ、石炭。僕松明作ってない。石炭どこ？ちょっと待って、普通にさ、いいこと考えたわ。これ持っていけばいいんじゃない？天才か？いや、マジで天才かもしれない。松明ちょっと持って、もうマグマバケツしか結構ある。これいいや。これさ、このレザーラックの上にさ、火打ち石で火つけるとさ、あれなの、消えない、火が消えないから、これで進んでいけばいいんじゃね説。ではもう一回いくか。ポヨンジャンプでレッツゴーです。いげー、ヒューヒュー、ポヨンジャンプです。こっち行って、どこら辺行こうと思ってたんだっけ。一折りか、一折りだ。どこ？僕あっちから行ってるよね。こう、もうこっちから行こう僕。夕焼けか、もう。マグマ取って、こっち行って、まあやっぱこっちにあるのかな。全広げ してる間に金取って、全広げした？角を壊して隙間たちを壊して、よっしゃ、こんな感じで。取る。おっと、やば、死ぬ。耐えろ俺。いや、ゾンビいる。
あいつは来れないからいいや。コロラプス一個じゃマジで物足りない。結構取れんな。こうやって進んでいく。こうやって進んでいっても別に大丈夫だよね。消えないし、火は。なんでだろうね、ネザーラックの上に火をつけたらないかな。あ、誰ですか。誰わかんない。まあラピス6個じゃ余裕で足りないんだよね。めちゃくちゃやばいなって。なんか敵対してないな。は？黒曜日になったんだ。ごめんなさい、逃げます。うわ、やば、ベイビー無理、ベイビー無理。無理、ベイビー無理。6個じゃ足りないの、ラピスは。ふ、危ない。巻いたぞ。じゃあ普通にこっち行くか。僕ラピス見逃してるでしょ。普通にウパルパのとこ行くわ。ポニョンジャンプであそこの超綺麗なところに行きます。場所しちゃえば簡単だわ。もう夜だわこれ。夜0時だ。ワールドの先生がめちゃくちゃ遅い。ラピスあるんじゃない？普通に。普通にある可能性あるよ、ここら辺。やば、死ぬ。人参を。ママ、ママ野菜にガシャ。怖いから。しない。野菜にガシャー。さすがにあのこのパターンの時に撃たれたら嫌だから、さすがにこういうロープ線のところで湧き潰しされてなかったら僕はこの画面にしないから。お前がお前が、やる。お前もやっとく。死ぬ。いや、死ぬ。やだ。誰？無理、僕。死ぬって。死ぬ。僕は今、取りに来ただけ。死ぬ。あっ！やだ！死にたくない！死にたくない！あー！マジかよ、あいつセコすぎる。テレポートして俺の後ろに回り込もうとしてる。最悪じゃん。あいつ、おはようございます。行きます。待って、ちょっとこれでエンチャントするか。ラピス置いて、本いらないのしかない。いらないのしかないんだけど。終わった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 。離れないと一回。ふう、危ない。で、まあちょっとだけやる。いやでも本でやる。虫とかアンデッドダメージ。いやー、うん、レベル足りないか。レベルが足りないのか。
もうちょっとレベル集めないとダメか。じゃあ経験値集めにしようか。オーマイガー、13じゃ足りないと30やれということなのか。いけー、無限ジャンプ。よう、おはよう。終わった、終わった、終わった、終わった。痛い痛い。牛さん、ミルクくれ。うま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 。牛乳に感謝。あっぶねー、ありがとう牛さん。いや、こっちも野菜に感謝して。マジであいつ最低じゃん。んー、じゃあちょっと経験値集めなので、 It's black。いっぱいおる。おりゃ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 。誰かさん、おグバイ。スケさん無理なので、あ、スケさんいるけど、あれはさすがにきついな。おりゃ、おりゃ、よし、まあまあいける。ふう、危ない。あの金頭、やめとこう。こっち行って。逃げまーす。無理です。マジ僕スケさん無理。こっち来てる。か、怖すぎる。ふう、巻いたわ。クリーパーマジで無理。こっちに寄せ、引き寄せるわ。ここら辺なら大丈夫。いけ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 。ああ、クリーパーマジで倒すのむずい。振り回すか。オーラララオーラララオーラララ。これ振り回せばいい。いけ、振ります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 。あぶねー。いけ、振ります、振ります。いけ、おりゃおりゃ。一番いいのはゾンビ。ゾンビ出る声。あそこに村人ゾンビがいます。まず、クモも結構やりやすいな。キヨ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 。ゾンビ一番やりやすい。1ダメージ送らなくてもいけるから。おりゃ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 。人参じゃないの、僕欲しいのじゃがいもなの。おら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 。よーし、ゾンビいない。ゾンビー、イヤホー。ゾンビ、お前じゃない。あ、いた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 。あそこだ。こっちだな。いた、ゾンビの大群。お前、お前は無理、お前は無理、お前は無理。ああ着火させるか。そう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 、オッケー。一匹ドラウンドになってる。おりゃおらーおらおらおら。詰まってるから叩き放題だ。おりゃ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 。よーし、経験値も稼いで。誰、ゾンビか。またこいつを流されてった。よし、経験値がうまい。ちょっとさすがに、ち
一応回復するわ。エンダーマンがいる、ダーマンくんがいるから、ちょっと待って、これで体力回復させてダーマンに挑むわ。よし、オッケー、挑戦だ。おりゃー、ちょっとごめん、マジで。ふっ、どこ行った？あいつ全然ビビって降りてこない。こりゃ、こっち行ったな。落としてやる。こりゃ、うわ、お前は必要ないって。どこ行った？あー、怒りなくなったのか。うわっ、成功すぎる。よし、あぶねえ、あぶねえ、ダーマン倒せたし、しかもエンパゲット。帰るか。やば、もう早速落雷。やばい、めちゃくちゃバグる。ふぅ、あっぶねえ。おりゃおりゃ、ちょっと最後に演者通していきたいと思います。エンパもゲットできたから、無理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 、怖すぎる。悪魔だ、やっぱそりゃ悪魔って言われるわ。イエーイ、こっち来い。このアスレチック楽しいから。まだヘイド見てんね、チャッカは。無理、俺耐えた。ふう、結構重いわワールドが。まあいいや、そりゃよくて、じゃあエンチャントしていこう。15までだったから結構いけるんじゃない。本をやって、でラピスラズリを置いて、まずダメージ軽減。そう、効率強化きた。次、射撃ダメージ増加はいらなくて、これが、これは違う、効率強化だけだね。今変なの 見えた気がするけど、あれだね、これ、か、軽石かな。なんて読むのか分かんないけど、この軽石でこのいらないエンチャントが出た時消せる。しかもレベルがもらえる、経験値がもらえるから一石二鳥と言ってもいいかな。じゃあこれでもう一回エンチャントしていくか。エンチャントピン。だってエンチャントレベル37レベル必要。え、これ7レベル、7レベルあるよ。ダメージ増加とか良くない？結構ダメージ経験僕持ってるよね。まあ増加でいいや、増加は増加でいいや。じゃあこんな感じで、ちょっと待って、本体そのままつけたらどうなる。
あれラピスなくなるの早くない？こいつ効率強化しかない。まあいいや、ちょっとかなとこですけど、ダイヤモンドのニコニコ 100% にダメージ軽減効率強化、軽減なくなるわ。これはダメージ増加、増加つけて、これ効率強化、いやでもこう高橋の方がいいか。でも新しい高橋よりこっち、でも新しい高橋にする。いや、いや、こっちでしょ。できたわ、いい感じに。俺の体力が気になる方もいるようですが、じゃあちょっと、うまま、うまま、エンチャントの野菜に感謝、うまま、うまま、エンチャントの野菜に感謝、うまま、うまま、エンチャントの野菜に感謝してから、結構これエンチャントできてダメージ増加と効率強化できたんですけど、ちょっと最後にマキマキチャレンジ、マキマキチャレンジとは、おりゃ、閉めて、水バケツチャレンジということです。いくよ、いけ、オーマイガー、食って。これさ、もう早くさ、これ死んだ方がいいかもしれん。ネザーラック1、2、3だ、積み上げていって、ふっ、オーノー、焼けちゃいました。で、じゃあ今回はこんな感じですね。終わった。やべ、防具につけんのガン忘れしてた。もう頭が壊れてるわこれ。で、僕ダイヤモンドあと何個あるっけ。ディアモンドがあと2個か。2個なら、まあ、いや、今回はこんな感じです。まあ、エンチャントつけられ、ちょっと防具につけられなかったね。ラピスラズリが足りなかったです。で、あとあれね、ダイヤモンドの高橋に効率強化1と、あとこれね、ダメージ増加、ダイヤモンドの、ダイヤモンドのニコニコ 100% に、ダメージ増加1が付けられましたね。これさ、最後終わるときさ、ダイヤモンドのニコニコ 100% 何になってんだろう。どうしよう、ダイヤモンドのニコニコ 100% 55 とかだったら。まあ、それは気になるね。いや、今回はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。まあ、完成は、これエンチャントつけられた感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回、顔ズームだ。